しゃがんで打ってるように小さな木箱置いていきます。最近この辺あんまり人いないんですけど、けどね、ちっちゃい拠点がポツポツまた立ち始めたんだよな。で、あの奥の拠点、自分の拠点と一緒のように屋根がついていて、まあ、狙撃できる場所があるんですけど、あそこの拠点がさっきね、拠点強化してました。自分の拠点を抜いてくるとしたら、今のところあそこぐらいかな。まあ木の拠点だったり、石の拠点だったり、ちっちゃいものがね、パラパラ立ち始めましたね。ゲートも置いてあるの。あそこにある椅子とか完全に自分の拠点見てない。電気炉で金属の鉱石焼いてるんですけど、鉱石なくなりそうなんで取りに行こう。ロシアニキ拠点はまだ続けてるっぽい。ヘッド入れたんだけどな、今。なんか銃声させたから結構人来そうだな、これ。金属の鉱石を集めたいんだけど、ちょろっと湧いてますね。の拠点も強化してる。まあでも最初の方に比べたらやっぱり人の数は少なくはなってきてます。抜かれた後か。こっちの方までは初めて来たんだけど、パワープラントがある。で、拠点は全然ないっすね。よし。結構金属の鉱石取れたな。これ、さすがに侵入したら出れないか。はしごかかってる。なるほど。え？入ってるわ。なんではしごかけられたんだろう。防具棚を燃やしに来るのもありかもしれないっすね。結構今鉱石持ってるから帰りたいぞ。ゲート閉めとこう。よし、無事帰宅。電気炉にぶち込んでいきましょう。硫黄もぶち込もうかな。前回炸裂レイドした時に使わなかった火炎瓶持って、さっきの拠点の工具棚燃やそう。湧いてるね。マグナムリボルバーかな。パレットの音はしてる。ロシアニキ拠点のタレットか、これ。前回めちゃくちゃ花火打ち上げてたんで、もしかしたら引退するのかなと思ってたけど、やってるっぽいっすね。まあ、燃やしたところであんまり美味しくはなさそうだけど。何か入ってる可能性もあるんで。硫黄1万ぐらいあるかもしれん。一応バックパックにはなりましたね。お、うめえじゃん。硫黄1万とまではいかなかったけど、ありがたい。燃やしてみるもんだな、やっぱ。前哨基地近辺は人いると思うんですけど、ちょっと離れた砂漠の方はあんまり人いなさそうな感じするんで、どうしような。砂漠の方から回ってロケット施設のモニュメントパズルしに行こうかな。で、多分だけど帰ってくるタイミングで夜になると思うんで、まあ、夜になれば無事帰宅できる可能性も上がるんで、準備して出発しよう。無事帰宅。割と焼けてますね。今から出発するんですけど、結構夕方になりそうだな。もしかしたら回ってる最中に夜で、
帰ろうとしたタイミングで朝になってるかもしれん。だいぶ奥だけど、見えてますね。で、まあね、初めて行くんで、ロケット施設近辺にどれぐらい拠点があるかって話だな。もう銃声した瞬間に漁夫が来る可能性もあるし。まあでも出口は一応4つあるんで、夜になったらどっから出るかわかんねえか。お？銃声聞こえるな。ほぼほぼ拠点ないっすけどね。しかもサンキューライフルっぽい音だったんだよな。ちょっと甘く見てました。結構遠いぞ。さあ見えてきましたね。ガチで回るタイミングで夜になってるわ。暗くなってきたけど、回りたいと思います。箱は湧いてないっすね。変化。で、戦車の音もするな。だいぶ真っ暗だ。で、AI の足音もしますね。うわ、こっち曲がってきやがった。マジか。同じものが出たんだけど。ルーズ入れて、点火。けど戦車が滞在してる。赤のキーカード通せそうっすね。え？なんか明かりついてなかった今。いやでも AI いるんだよ。撃たれた。これもしかして回ってる人いる？でもそんなはずないか。押したら扉開くもんな。全く見えなかったけど屋上に来ましたね。なんかめっちゃ硬いんだけど。何発出たら死ぬあいつ。ボックスを開けていきます。エリートボックス開けていきましょう。お、ボルワーク出た。で、持てないっすね。200個目。お、お、お。部品がバラバラに出る。お。プロトタイプ17。よし。まあ、外れではないっすね。やば、朝になりつつあるんだけど。おお。本当に帰るタイミングで朝になっちゃったよ。漁夫来てんのかな、これ。大丈夫そうかな。この瞬間が一番怖い。馬とかいれば夜の間に帰れたと思うんだけど、徒歩で行くとやっぱ時間かかるっすね。あと途中まで帰る方法として列車とか使うのもありなんだけど。え？エアドロチッカ。まあでも拠点あったんで、そこのサプライシグナルかな。全然違うやつと遭遇する可能性もあるけど。ああ、列車止まってるね。ガソスタ前ぐらいまでだったら乗ってもいいかなと思うんだけど。まあでも砂漠はそんな人気ないし、徒歩の方が確実かな。さあ、全焼基地とかガソリンスタンド見えてきましたね。まあ、こっから人が多くなるんで、気をつけたい。
しぶじきたく。めっちゃ美味しいわけではないけど、まあ持ち帰ってこれましたね。ここは硫黄ゾーンにしようかな。金属の鉱石、同じく金属の鉱石で、前回設置した中型充電式バッテリー、これ多分もう電力ないと思うんで取ろう。まあだよな、充電ゼロになってるわ。ということで、部品系分解しに行こうかな。分解してる人めっちゃいるやん。あ、多分川沿いに住んでるやつこいつなんだよね。分解していきましょう。あいつ敵認定しとこう。多分そのうち戦うことになる。戻ってきやがった。これやっぱ敵だ。よし、分解終了。常勤51。え、また戻ってきた。こいつ絶対敵だから。え、チームかな。どれだ。待て、うわ、チームっぽいな。え、違うかも。ロボコンブ?ダサいオサムがいるんだけど。え、そんな前に出会ってたっけ?か、殺されたことがあるか。え、一番最初に殺してきたんだけど、こいつ。ロボコンブ、お前も強くなってたんだな。え、やってる。俺もやろう。400残して64でやる。あ、これバラバラにやるんだ。やろうぜ。あー、もう1対1でしかできないんだ、ブラックジャックは。まあ、やるか。え、勝った。ブラックジャック。今、160ありますね。なんだ、羨ましいのか、お前ら。ロボコンブよ。え、勝ったじゃん。スタンド。おいおいおい、オッケー。え、320になったんだけど、どうしよう。マックスベット行くか。勝ったら640ゲット。うわ、負けた。7以下が出てほしいって感じですね。ヒットしよう。おい。最悪、相手バーストしてただろ、これ。負けました。おい、何泥棒しようとしてんだ、こいつ。自分14で相手7だったらヒットだけどな。たらればだけど、スタンドしてたらな。無敵宅。何回も言うんすけど、電気炉マジで便利。ちょっと前に比べたらだいぶ資材も復活してきたな。ん?ロボコンブたちが戦ってる?あ、なんかいるね。ごめんね。ウィリー。ロボコンブじゃなかった、全然。絶対これウィリーの仕業だろ。中身抜いたの。また少しだけ部品を分解していこう。分解終了。無事帰宅。ロボコンブ拠点、タレットめっちゃ置いてるな。あ、やっぱそうだ。なんか白い服のやつがいるんだよね。左に走ってた。あ、もう一人いるわ。あの拠点に近づいてってロボコンブと戦ってみようかな。多分今は屋上にいないんでね。川をぐるっと回って岩場付近まで近づいてみよう。なんだこれ。どこがタレットの範囲内かわからん。
なんか崩れたぞ。一回ロボコン部拠点から離れるか。抜かれた後なのかな？風化してる。なんでここだけ崩れたの？ロボコン部出てくる気配ないっすね。結局拠点に引きこもってる感じか。え？うわ、エイム悪すぎ俺。あと一発で勝てたっぽいけど、完全に気抜いてた。拠点に外壁巻こうかなと思ったんですけど、外壁巻いたら多分、レイドされる気がすんだよな。ロボコンブたちの拠点硬そうっすね。え？ボートも置いてあるんだけど。まあちょっと自分の拠点細いんで、横に太くするか。ジャックハンマーロストしちゃったんで、アイスピックで石を割と叩いてきました。電気炉がね、ちょっと優秀すぎて、焼き上がる速度めっちゃ速いんですよね。まあ、せっかく金属焼き上がってるんで、拠点強化に使おうかな。で、まず常勤50持って強化したい部分があって、ここのハニカムを強化したいっすね。190方向か。なぜかというと、ここが工具棚なんですけど、ここの部分をね、装甲板強化できてないんだよね。なので、この壁を強化する。ということで、ここのハニカムっすね。190。まあ、土台はいいかな。がっつり金属強化していきたいと思います。よし。よし。装甲板の片開きを2枚クラフト。金属強化。底板の片開きをつけていきます。こっちもつける。拠点に結構資材溜まったんですけど、だいぶ使いましたね。で、1日必要な金属片が5000弱。まあ、電気炉がね、相当便利なんで、石さえ掘ることができれば、まあ拠点維持もぶっちゃけ大丈夫かなとは思います。今回で結構スクラップ集まったんで技術釣り進めようかな。ロケットランチャーの弾をとりあえず解放。で、こっち下に下っていきましょうか。8倍スコープまで行こうと思ったらあと1625か。まだまだ先は長いですね。で、この拠点最終的に、外壁巻きたくて、外壁を巻いただけじゃ狙われる可能性高いんで、やっぱ同時にタレットも置きたい。ということで、もうちょっと先にはなると思うんですけど、
まだまだね、拠点はガチガチになるかな。